札幌市の雪堆積場網走市内での運搬排雪作業排雪とは、積雪地で除雪や雪下ろしの結果として出てきた雪を邪魔にならない場所に移すことである。周囲に空き地が多いところでは、排雪はほとんど問題にならないが、特に都市で深刻な問題になる。排雪の作業量は、除雪される雪の量と、排雪先までの距離によって増大する。 除雪の面積が少なければ、雪の量も少なく済み、除雪しないと決めた、近接地に雪を置けばよい。しかし除雪の面積を増やすと、排雪量は増えるのに、排雪のための用地は逆に減る。除雪を必要とする土地が多く、空き地が少ない都市部では、排雪は、費用と労力がかかる問題である。排雪手段としては、 運び去って別の場所に降ろすのが最も単純な解決策である。バソリで雪を運んだ時代もあったが、現代はトラックで雪を運ぶ。積雪の多い都市では、行政当局が大きな河川の河川実機などに雪捨て場を指定し、市内からの排雪を受け入れる。しかし一回の往復で運べる雪の量はそう多くないので、排雪先が遠くなればなるほど往復に時間がかかり、 引いては費用もかさむ。豪雪地の都市では基地が雪捨て場として有料で貸借される。大規模店舗、施設は建設時にあらかじめ敷地内か近い場所に雪捨て場を用意することが多い。公共用地に無断で雪を捨てる人もおり他人の土地を勝手に雪捨て場にすることから争いが起きる場合もある。雪を川に流すことは河川管理者が禁止していることが多い。 雪が流れず川を埋め、水をせき止めて溢れるからである。しかし、近所の住民の雪捨てが常態化している河川は多く、実際に川の水が溢れることは少なくない。陶器の流量が多く流速が速いなら、水で流し切ることも可能である。地下に流雪港を設けて、道路脇の穴から雪を落とすようにしている場所もある。下水処理場の排水のような比較的暖かい水を、 用いると融雪効果も期待できる。同様に、温水を入れた融雪層で雪を溶かし、溶かした水を流すことも行われている。融雪層にはトラックを受け入れるような大規模なものもあるが、家庭用の融雪機と併用する小型のものもある。ありがとうございます。